10時です。あっぱれやってます。夜川口です。有野です。ドランクドラゴン鈴木です。我が家坪倉です。青井翔太です。苦手なものを調べる習性があります内田理央です。蚊が潰せません。 NMB48 の山本さやかです。潰すってなんかも刺されててもバチコーンいかれへんねん。いやできないです。なんで飛んでるのもいや気持ち悪い。あそういうことなんだ。優しさ、優しさじゃない。優しさ全然優しさじゃないです。潰れたのが気持ち悪いんや。気持ち悪い。確かにバーンってこう血がブルって飛び散るの気持ち悪い。よくありますよね。なんかあるあるある。誰か刺されてるねって言って。そうなんですよ、うん、誰かの血の可能性もありますよね。知らない人の血を、怖い。そう考えると怖い。そうなんですよ。結構こうな近くの人やけどな、大体刺されちゃってる。まあ、そうなんですかね。刺された後ちょっと動き鈍ってて、うん、部屋とかにいるとなんか、うん、もうどうしようもないから、もう絶対見つけ出して倒すまでねえへんけどな。なんか軽く掴んで、うん、手の中に、うん、でなんか振ってると潰れなくて弱まる。開けるまで分かれへん。開けるまで分かれへん。だから、まあまあ元気で開けた時に飛んでっちゃう場合もありますけど、結構振る、なんかものすごい反射神経じゃない。手の中をなるべく空気をなくして、このずっとこうやって捕まえて、捕まえて潰さずに、まず手の中で空間をこう作れるのがすごいじゃない。その握る練習からまず掴むことが大切だけど、すごいですよね。何年かかんのそこ行くまで。いや結構できるよな。俺も掴めるよ。掴める。そうなんですか。そうなんですか。潰さずに掴める。うん、バッて真ん中あたりで掴まなきゃダメだよ。掴んで手の真ん中あたりでちょうど、その時点では潰れないんですか。潰れない。でここの中に閉じ込め、真ん中で踏んで、そうでここ出口はもう封じるのね。ここってあっさすが親指の方、親指の方と、うん、親指の方ちょびっと開けてなんで吸うの。逆に吸うてやるみたいな。イタリアの人がパスタの硬さ確かめる。でもだいたい掴めてないよな。そうですね。パッて言ったと思うといない。掴めてへんねやけど。掴めてたら結構な確率で掴めんねん。掴めていたらなんとなくまだ生きてるんで感触があるんですよ。それやったことない。俺絶対ぶっ潰すから。吸われてまうやん。ちなんかここを吸わないでしょ、手のひらは。ああそうなんや。手のひら吸われたことあります。え、手のひら蚊に吸われたことあります。ないな、確かに。知らがないかも。唇とか吸われたことあるから。唇の上とか。めっちゃ荒れますよ。荒れるよ。食べちゃえばいいじゃないですか。うわっ気づかんかったか。スッて。潰せない。潰せない。だって力入れたら、あの、針が抜けへんかって、とどまるやん。って言いますね。そうなんすか。でも入ってきちゃうじゃないですか、その。血は吸われんねんけど。そうですよね。そうそうそう。かゆいの一回出すねんな、あいつな。そうです。唾液。蚊の唾液を出すんですよ。ああ、それで痒くなんだ。入れ替えてるんじゃないですか、血を。誰かの血を入れてるってこと。血を入れ替える、はい、なんで何のために、何のために新鮮な血を欲しい。血を、でしょ、持ってた血を、うん、あの新しく吸う人の血液に、血管に戻して戻しては、いや戻してはなかったんじゃないかな。なんかあの要は吸う力がないから、なんか吐き出してるのがそれが痒いってことでしょ。吐き出したらその後戻ってくるからっていう、ね、あの説はどうなの。前の人の血がついててそれがあのなんか受け付けんかって痒くなるとかって、それも聞いたことあんねんけど、ちゃうんか。で一発目に吸われたら痒くないですかかな。そんなことないでしょ。どの一発目なの。今日の一発目。まだ吸ってへん一発目。全部減っちゃってなくなってから。だから痒いやつ出すのか。あのなんかあれじゃないんですか。結局血が固まらないようにする液が痒いんじゃないですか。そうなんですね。なんかそれ聞いたことあります。そうなんや。最後まで吸わせきったら痒くないとかね。あ、そうなんですね。唾液をね。あ、そうなんですね。じゃあ待った方がいいんですね。そう。吸い口見たらほんまストローみたいになってんやろ。ギザギザしてるしとかって突き刺さるように意外に気持ち悪いよね。痛くはないでしょ。痛かった思い出ないでしょ。まあそうですけど、吸われてて痛い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 すごい辛いそうですね。潰したったいのにあかんねん。どう、じゃあもうどうするんですか、家の中に蚊が入っちゃってたら。いやだからもう一人の時はもうどうしようもない。キャーって言うの。
言わないです。どうする？もうひたすらティッシュをめちゃくちゃ持って、うんうん、壁とかに止まった時をもうここぞって。あ、いいね。大体壁に止まってるもんな。うんうん、そうなんで。でもなんかシュッて一発シュッてすると、うん、何をシュッてするの？なんかスプレーみたいなやつをシュッて一発するだけで、その部屋の蚊が全員いなくなるんですよ。何それ？私それ使ってますよ。あ、そういう、あの殺虫剤みたいなやつってこと？あ、もう本当は専用のシュッて音があった。音があったよ。ちょっと音があったよ。音を求めてないの俺ら。もっとちっちゃい缶で、うん、あもう手のひらサイズの缶で、うん、シュッて一発するだけで、うん、部屋の蚊が全滅するって。そんなやつが出ていくんじゃなくて死ぬってこと？死ぬんですって。死ぬの？匂いが嫌い。匂いも何もないし、人体にも影響ないらしいです。そんな夢のようなもんあんの？シューってやるわけじゃなくて、シュッでぐらいで。ガンダ音変わってる。ガンダ音変わってる。本当です。それめっちゃおすすめですよ。薬局で売ってるの？薬局で売ってます。なんてやつ？シュとかなんか。そうですね。大丈夫だ。シュとかなんか。絶対蚊一発で殺す的なのが書いてある。そんなのあんだ。めっちゃいい。なんだ。それ行こう、それ行こう。ありがとうございます。早めにそれ言ってよ。すいません。みんな知ってるかと思って。すげえ泳がされたね。叩き殺すとかな。手のひら回転させとか。ごめんなさい。で、嫌いなもの？なんか苦手なことを。弱点？うん、なんか自分のなんか嫌だなって思うこととか、うんうん、苦手だなって思うものを調べるっていう癖があるみたいで、うん、鈴木拓って検索して。なんでだよ。知らない。なんだ、最近見つかったものとかあるの？最近ずっとハマるっていうか、まあ、ずっと調べてるのは潜水艦についてハマ。嫌いなの？まず嫌いなの潜水艦。あ、いや、あの閉所恐怖症なんですよ。あと海が怖いので、ちょっと海、船とか乗れないんです。のその泳がれへんの？泳げるんです。うん、泳げるんですけど、プールは平気なんですけど、うん、海ってもう広すぎて、うん、果てないじゃないですか。うん、まあ、ゴールがない。いやいや、泳いでけって言われてるわけじゃないよ。山育ちだから、うん、知らんし。山育ちだと、この四方八方が塞がれてるじゃないですか、うん、こう山だから。陸があるってこと？陸があるし、水平線みたいなのがない、地平線みたいなのがない、その山があるから、うん、けど海だともう海しかないみたいな、うん、もう地球丸いじゃんみたいな感じが、うん、もう怖いです。それ感動じゃん。何が怖い？感動じゃないですよ。何が怖い？感動ではない。山育ち、恐怖な、山育ちなんで。しかも閉所恐怖症なので、うん、なんかそういうちっちゃいカプセルとかも入れないんですよ。それはサイズ的に入られるの？サイズの問題ではありません。顔のサイズではありません。顔が引っかかっちゃう。余裕で入ります。顔は MRI とか入れないから。全然入れますか？余裕です。ああいうのはじゃあ酸素カプセルみたいなやつはもうなんかもう息苦しくなっちゃう。あ、怖い。 MRI やったっけとかも息苦しくなっちゃうし、あと映画とかで、映画館で、うん、そういうなんか船の怖いうん、シーンとかあるじゃないですか、うん、水が入ってきちゃって、うん、そういうのもダメになダメで怖くなっちゃう、息苦しくなっちゃう。でもそんな怖いの調べるの？怖いからこそ今潜水艦めっちゃハマってて、大好きになってた。違うんです。トーンが大好きやな。すごいハマってて、うん、どうクリアしようかって思うってこと？そう、何を調べるの？例えばその前まではクマについてずっと調べてたんですよ。クマ嫌いなんだから。クマが苦手だから怖いから、うん、いや、まあ、山育ちなんで。山育ちが強そうじゃない？山育ち、山育ち出てくる。クマって山じゃないですか。クマって山だね。だから怖いなと思って結構クマの習性について調べてたんですけど、うん、最近それが変わって潜水艦にシフトしたんです。どうし、それはクマはもう勝てるって見越したの？いや、もう無理って思ったんです。勝てないじゃん。クマが出るところには出ないって、あ、行かないって。あ、行かないってこと、はい、山に行かない。山に行かないっていう結果で終わったんで。山育ちなのに、はい、潜水艦はクリアしたの？まだなんです。止まってる。今どうなのよ、その入れる感じになってるの、イメージ的に。ん？イメージ的に入れるようになった。入ることは多分一生ないとは思うんですけど、うん、なんかそのもし、うん、何かで潜水艦に、分からない、また次ドラマがな、潜水艦の、あるでしょ、潜水艦飯。ちょっと何でも飯をつけないでください。でも
名刺でしたっけ。あの将棋名刺です。放送中で。そうでも潜水艦のご飯も美味しいんですって本当。出た出た。出た出た。金曜日は本当にカレーらしくって、やっぱ一番人気はカレーらしいですよ。すげえ詳しいカレーみたいなやつ。あ、そうです、ちょうど大事の方のちょうどそうみたい。ちょうど。え、でも本当にその国の潜水艦を見ればその国の技術が分かるってぐらいの最先端の技術の賜物なんですよ。大好きじゃない。めっちゃ好きになってるやん。今どこの国の潜水艦すごい。今日本です。あ、一番日本はすごい。本当にすごいのはまだ分からないんです。多分見せへんから。そう、なかなかスペックが噂みたいな感じだし、やっぱロシアとかアメリカの原子力の潜水艦がやっぱでかいし強いんですけど、日本のもめっちゃすごいんです。大好きだよ。好きじゃねえ。嫌いなんだよ。ダメなんです、苦手なんです。ワクワクしちゃってる。日本は最近双流型っていう新しいのができてですね。何双流型？形がちゃうの？いや、形はちょっと大きいんですけど、その普通のディーゼルとかの普通の動力源のやつだとの中だと大きいんですけど、それがですね、エンジンがですね、変わってるわ。なんかすごい新しいエンジンになりまして。どんなエンジン？なんか今までそのディーゼルだと空気、酸素が必要じゃないですか、燃やすから。だからちょいちょい浮上しなきゃいけなかった。でも最近は浮上すると見つかっちゃうじゃないですか。だからそれは困るとなって、どうやって頑張って海の底に沈んでいられるかって考えた時に、なんかその液体なんとかっていう液体窒素的なやつ、液体なんか気体を膨らませて海水で冷ましてっていうところのエネルギーを使って、それをリチウムリチウムイオン電池に貯めるっていう方法を使うと、めっちゃ壊しなってるな。すげえ。すげえ。今まではなかったの。じゃあずっと海の中でも大丈夫。そう、静かだし、ずっと海の中っていう。エンジン音でバレへんし。そう、バレないし。兵士を兵…恐怖症でも大丈夫だ。なんですよ。こんだけ好きなのに。こんだけ語ったら来るでしょ、と。潜水艦の仕事。乗った方がいいじゃないですか。乗りたいとは思わない。こんだけ喋れたら来るよ。でもちゃんと沈んだ時のために、2台あるんですよ、準備が。でもそれが潜水艦って80人ぐらい乗れるのに、その救助の船が12人ぐらいしか乗れないから、全員救出するの40時間ぐらいかかるらしくて、あ、もうやばいってなってます、今。ネットで調べてたら、すげえ。私助かんないって。助かんない。乗る気満々だな。乗りたいと思ってんだ。ハマってます。ぜひ。すごいね。ダリオで潜水艦の仕事。いや、ダメです。ぜひぜひ。海猿の方やな。海猿ね。ダメです。さあ、じゃあ曲いきますか。はい、最年曲いきますか。はい、10月4日に発売になる私のセカンドアルバムから新曲聴いてください。山本彩香でジョーカー。この番組は遊び、癒し、宿泊の総合リゾート長島温泉長島リゾートと、小説家になろうの提供でお送りします。内田理央です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。さあ、メールいただいております。はい、大阪府はかゆちゃん。アップルゲッツの皆さん、こんばんは。こんばんは。いつも楽しく聞いています。今日お昼の番組を見ていたんですが、坪倉が遅刻していました。ゲッツの皆さんは遅刻とか結構あるんですか？昼なんですでね。そうです。あ、そうなの。やっちゃったね。いや、放送にロケにです。ロケに遅刻。ロケバス旅な。ロケ、バスツアーで行く。ロケバス旅な。旅がありました。スタジオじゃなくて、ロケの日に遅刻しちゃったんだ。で、その一般のお客さんたちと一緒にバスツアー行くんで、待てないんですよ。なるほど。なんで、もう出発しちゃって、もう起きた時にはもう集合時間の30分ぐらい前だったんですよ。わー、
無理、そっから急いで、もう無理で、ちょっともうなるべく急いでも行ったんですけど、朝結構早かったんや、朝6時とかのに起きる感じだったんですけど、起きたら7時過ぎてて、あーと思って、で8時出発の予定だったんで、あ、これまずいなと思って、で一生懸命、まあ、もうタクシー乗ってなるべく早めに行ってくださいって言ったんですけど、まあ、やっぱり限度がありますので、さすがに間に合わず、で、まあ、ちょっと遅刻したっていう、ただ本当に、はい、ドキドキした、もう緊張しました、すげえ緊張しました言い訳考えた、言い訳は考えず、もう寝坊したんで、もうそれしかないと思ってそうなんですよね、たまにやっちゃうんですよね結構あるんだ、たまにやっちゃいます、でも、そういうの、ダメですよね、やっぱり起こしてくれる人おれもんな、そうですね、そうなんですよ、本当に、だからもうで、なんかもう怖いから、朝早い日とか、それからちょっとマネージャーさんに言って、ちょっと朝、明日早いからちょっと電話してみたいな、わかりました、任せてくださいっつって、あっちから言ってきたんです、マネージャーが、僕もう怖いんで、僕も電話しますっつって、次今度早い日やるんで、その時は電話しますって言って、したらその日僕はちゃんと起きたんですけど、連絡が来ないんです、その前に僕とりあえずじゃあ起きたからもう電話大丈夫だからって入れたんですけど、それが1時間経っても2時間経っても既読になんないんですよやばいね、でもお前がやってるよなって言うんですそしたら11時ぐらいに、ね、すいません寝坊してましたっつって起きれてよかったですみたいな、いやもう気をつけないとなと思って、いやでもスタジオとかで南原さんとかもいじっていただいたんで、優しさでね、まだなんとか助かりましたけど、本当だった、本当の社会人だったらね、もうアウトですね、社会人だったらアウトですね、本当ダメです、もう社会人だったら、社会人できないからこの仕事だもんね、そうですね、そうなんですよ、この仕事やって遅刻したらダメです、本当すごいよね、ちゃんと定時にね、出てきてお勤めしてはる方って、はい、本当に尊敬するわ、なんか本番始まらなければ2時間に5分10分遅刻しても大丈夫みたいなルールありません、芸人の中では本番に間に合えばみたいな、本番に間に合えば、だいたい1時間前ぐらいに呼ばれてるわけ、打ち合わせ着替え、メイクとか入れて、まあだいたいそれぐらいで本番スタートみたいな、だから、あ、俺メイクせえへんから、まあ30分ぐらい遅れても大丈夫勝手な計算をしたりとかね、そうですね、それでも全然大丈夫ですよね、でもまあそわそわしてはるやろうけど、スタッフさん、でもマネージャーさんじゃない、そうですね、やべえやべえ昔僕毎回入り時間もう 4、5分、まあ10分ぐらいまでの範囲なんですけど、遅刻してやっぱもうマネージャーにもうゲボ吐くほど怒られて、なんでお前いつも遅れてくんだって言って、まあマネージャーの方がその当時上のチーフマネージャーだったので、ですいませんって言って、で今度うちの相方が生放送ですよ、30分遅刻してきたんですよ、草野さんの番組ですよ、やっちゃったね、バリバリで、俺と草野さん2人でなんだか分かんないですけど番組生放送それをうちの相方テレビで見てうわーと思って、で急いで来たんですよ、で俺はこれも見物だぞと思って、マネージャーどれぐらい、でもマネージャーがうちの相方に怒ってるの見たことなかったので、どうなのかなと思ったら、マネージャーが初めてですよ、うちの相方に、つかっちゃん頼むよって言って終わったんですなんでこれ、うわうわうわさらば怒られやすいんやよ、そうですね怒られ顔やもんそうですか、そうですね、怒られはい、翔太君遅刻したことないの？僕遅刻ないっしょ、ないっしょないっしょないっしょないっすよ、ない、一回も、僕デビューしたての時に、一番もう生まれて初めての地方の、新幹線の時間に遅れたことがあって、あるじゃん、あるじゃん、それ以降はめちゃくちゃ怖いんで、もう二度としなかったです、でしょ。何だ。どうした。今日のゴミどうした。ギリギリ噛むね。今日いろいろまずいんじゃないか。でもアラームとかかけますけど。どれぐらい？何個ぐらいかけるの？いや一個です。ただ最近はもうセットしたアラームの5分から10分前に起きるんで。すごい体内時計。そうです。なのでもう自分で起きてアラームをもう解除するっていうのはもう毎日の日課ですね。大体もう起きる時間一緒？いや
違うんですよね。仕事によってちゃんとそこで起きるみたいな感じ。そうなんです。だから寝る前に僕は明日何時に起きる、うん、だから今の時間から寝ると何時間寝れるよって自分に言い聞かせてから寝るんですよ。あでもそれは俺もやってそうやわ。本当ですか、うんうん、多分そうするとなんか起きれるって感じがする。そう起きれはせへんけど個人差がある。何時間か。いやすごいなって思ったけど個人差あんのかい。これはこの方法ですね。起きれんねや。起きれない人もおると。そうでも遅刻怖いですよね。怖いね。もう冷や汗が止まんないですもん。そうですね。新幹線とかもちょっと乗り遅れると怖い。そんで飛行機ね。飛行機とかね。時間があるやつね。いや本当にそんでもう新幹線でもゆっくりできないじゃないですか。また寝ちゃってね。駅通り過ぎちゃったらどうしようとか。もうあの気持ちは嫌だな。さやねえとかあるんですか。私なんていうんですか、うん、あの乗り過ごす。寝過ごし。ですです、うん。何回もあります。何回もあります。新幹線で。新幹線で。寝ちゃってて。行き過ぎちゃう。大阪越えちゃったとか。あ、まあ、東京とかなんですけど、うん、大阪越えることはあんまりないっつ。品川に。そうです。品川降りるつもりが東京行っちゃった、うん。ああ、なるほどね。でも神戸とかまではあります。うんあ、そう。行っちゃった。びっくりするでしょ、景色がちゃうから。見たことない景色する。はい、でもなんか逆に余裕な感じ。あ、そう。逆にって。一回なんかすごい冷静になりません？ああみたいな。なるほどね。なるなる。もう遅刻しすぎて、時間が過ぎすぎて、ああ、もうなんだこんな時間、もういいや。はいはい。よりゆっくりしちゃう。みたいな。あるある。でも、ね、その第一刻みたいなのないってことでしょ。そんな第一刻あはないです、うん、ないです。遅れたと。なんかあの第一刻した時もう早く用意しなきゃいけないのに意味もなく布団の周りぐるぐる回っちゃって。本当に焦ってるのに冷蔵庫の中開けちゃってる。わけわかんないこと。する時ありますけど、ね。浜口もそんなあったって。あそうなんですね、うん。何してたって言ったらジャンプ読んでたって。じゃあもう一回落ち着こうと思って本読んでたもん。小説みたいに言ってるけど。あかんあかんってこんなしてる場合ちゃうわ。なりますよね。本当にドラマとか朝早いでしょだって。いやー早い。いいですね。お迎え来てもくれんの？いやあのライダーの時はもうとにかく特に早くって、うん、1年半毎日、うん、もう3時半とか4時に起きて、きつい。すごいな。お迎えバスで行くんだ。で、あ、全然あの大泉まで電車で行って。え、3時に起きて？ああ、その時タクシーです。自分でタクシー呼んで、うん、で行くんですけど、うん、その時は無遅刻でできたんですよ、1年半。すごい。なんですけど、うん、一番最後のなんかライダーのさよならイベントみたいなのがあって、うん、それを中野サンプラザでやることになって、うん、でもう最後だと思ったら、うん、私寝坊しちゃって、うわ、最後の最後に、最後の最後に、それで共演者さんからの電話で気づいたんですよ。今どこいるのって言って、うん、でそれが私の全員集合の時間の1時間後だったんです。はあ、え、誰も私がいないことに気づかなかったんですよ。寂しいな。はい、一番最後で全員集合やのに。そう、なんか、そう、全員集合なら誰も気づかなくて、みんな集合してたもん。そういえばどこ行ったのかなみたいな感じで、え、顔でかは誰ですか。誰の話です。それで電話が来て、まあ最後だけ大遅刻っていうか、まあ1時間半ぐらい遅刻しました。めっちゃ怒ってる。なんか最後の最後の、なんでもっと早く気づいて電話せえへんねんて。その時間に気づいてくれたら30分の近くで済んだ。いやいや、集合時間になるからな。自分のせいだから。そうや、分かるけど誰かのせいにしたくなる。そうです。よいこさんないですか、今まで第一遅刻みたいな。いや、あるでしょ。ありすぎるよ。ありすぎる。俺寝過ごしあるよ、新幹線で。一人でやってるその現番組で握手会を東名阪でやるというので、うん、その東京終わって朝行っちゃったのかな、はい、朝10時とかに終わってなんかバタバタしたまま次乗ってみんなで移動ってなって席離れてて、はい、で降りる駅のところでアラームが鳴って、あ、なったな、起きななって思ってパッと起きたら新幹線動いてて、あれって思ってパッと外見たらディレクターとかガーって顔してて、新幹線動いて、あ、はぁやったそっから1時間どうしようもないもんに京都にまで行くっていう。いやどうも止めてくれへんっていう。そうですね、長いですね。もう2時間どうしようもないな、これはって。ゆっくりしたわあれは。京都までゆっくりした。ゆっくりしてますよね。それしかないですもんね。普段怒れへん作家の子にすんげえ怒られた。
今日出演者は一人しかいないんですよって、いやすいませんって地上で一番早い乗り物にきっと乗ってるはずやん、新幹線のさ300キロぐらい近く、うん、でも遅刻って決まってんねんで時間が、うん、あれすごい理不尽じゃない、めっちゃ早く、めっちゃ早く乗ってんの俺は。すみません、何言ってるんですか。すっごいスピードで走ってるわけよ。でも遅刻は決まってんのよ。この理不尽さ分かる。出発時間が遅いから。出発時間が遅いから。そうやな。だからどんだけ急いでも。はい、間に合えへんことは間に合えへんのよ。まあ、でもめっちゃスピード出てんねん、わかる。何の手段を取ってももう遅刻するんですよね。そう、うん、あの理不尽さがもう許せないのよ。理不尽なのかな。エリクスやね、言ってることがエリクスやね。ものすごいスピードでそっちに向かってんのに待つことはないねんな、そうなの、決まってんの、着く時間決まってるから、もう遅刻は遅刻なのよ。それ京都行って、よしお客さんみんなに おやつ買ってこうって言って京都のお土産を買って、うん、ですいませんでしたってお客さん全員に配る、一つ積み3、待ってくれてたんですか。そう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 、2時間ぐらいかな、2時間待ってくれてたんですか、お客さんが。それからまた大阪に移動っていう、その時にはまたあの名古屋のお土産を買って大阪に行ったっていう。そっからそのそ全部ずれてくからか、そう、お土産を持ってく制度が出来上がった。気をつけましょう、うん、気をつけます、ね、すいませんでした。すいません、すいません、遅刻はダメだね、はい、遅刻はダメ、ドキドキしたでしょ、ドキドキします。福井市はラジオネーム、グラノラ犬さんからいただきました。アッパレゲストの皆さん、こんばんは。こんばんは、もうすぐ40歳になるアラフォーリスナーです。はい、うん、年を重ねるとなぜか怒りのハードルがどんどん低くなってきたような気がします。年々怒りっぽくなってイラッとする回数が増えてきました。子どもの頃、最近のおじさんやおじいちゃんにいつも怒られていたのもなんとなく分かるような気がします。男性メンバーも、アラフォーですよね、はい、最近怒りっぽくないですか。女性も年を取ると怒りっぽくなるんでしょうか。さやねだりはどうでしょうか。どうですか、怒りっぽくなります。なってると思う、なってるから、それをあかんっていう風にして、はい、気をつけるようにはしてる。怒らないように、怒らないように、なるべくなんかしょうもないことでイライラしてたりとかする、うん、してしまうから、怒らんにしよう、怒らんにしようっていうのは、あんなもう怒ってる人かっこ悪いみたいな感じで今締めるように。あ、そうなんですね、うん、確かになんか声を荒げて怒るのが恥ずかしいですよね、うんうん、だから俺ほんとこの間一昨日ぐらいに、うん、まあ、中目黒でちょっとご飯、後輩とご飯食べて、うん、で、まあ、帰ろうか次の店行こうかみたいな感じで一軒目出たんですよ、うん、そしたらなんかまあまあいかつめの男4人ぐらいと女2人ぐらいの軍団がいて、うん、おーっつって俺に気づいて、うん、そしたら1人のやつがすげえ俺の胸をこうつっつきながら、うん、俺こいつのさ、こいつのさ中学の近くでさ、俺、うん、お前の多分3つ上ぐらいかなっつって、うん、ずっとお前さ、お前俺のこと知ってるみたいな、ずっと叩いてるんですよ、ツン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 叩いて、胸つつかれて、うん、で後輩といたんでなんかちょっとカッコつけなきゃいけない、ビビってるって思われたんだ、ビビってる、まあ、知らないけどっつって、うんうん、でいや知ってんだろお前さ、あいつ知ってるかみたいな、で地元のなんか有名なヤンキーみたいな名前だし、うんうんうん、ああその人は知ってるけどみたいな、うん、で言ってたらなんかだんだんあっちもこれがツンツンが強くなってきて、なんだこいつと思って、なんかもうちょっとムカついたから手払ったんです、うん、そしたらあっちもなんか、お、なんだよお前みたいになってきて、出た出た、47人そんなことある、怖っと思って、うん、でもなんか後輩の前だから、うん、か怖い、すいませんとも言えないし、俺悪いことしてないし、うん、恥ずかしいな、もう、いやもうあの次行くんですよ、すいませんけどみたいな、うん、ちょっと冷静な大人みたいになって、うん、なんとか切り抜けていったんですけど、内心はめっちゃ怖かった。全然怒ってねえじゃねえ、結局。ただムカついたらムカついたけど、怒れない。怒んねえやろと思って待ってたんだ。全然顔にはちょっと怒った表情出したんですけど、怒った表情するとさらになんかおってくるから、うん、怖くて。いや、あんまり絡まれるタイプじゃないんですけど、うん、いやでもそれがいいよ、はい、しょうもないそこで喧嘩しちゃったらな、はい、そうですね、うん、絶対負けるし暴行されるっていうのもな、暴行される、はい、もうでもすでにツンツンされてること自体でもうこれそうですよね、うん、ここすでに手出してんじゃないの、これすげえ腹立つんですよ、胸のちょうど乳首の3センチぐらい触れてるぐらいで、うん、強めに叩かれて、うん、嫌だな、これ100回ぐらいですよ、ずっと風邪ですから。酔ってんの？ちょっと酔ってると思う。ああ、だからだ。だからだよ。
一般人だったら、俺が一般人だったらもうぶっ飛ばしてます。嘘こうやつ嘘つけ、いろんな人に迷惑かかるから。あとでいやつもあるから、芸能におるもんな。確かに、あこのラジオもしかしたら出れなくなるかもなと考えたら、うん、迷惑かかるし。いや多分な、俺やろう思ってました言うやつ。マジやったりました一人だったから。おるおる、いや怒らない方がいいよ ね、 そうすね、絶対ね。女性は怒らないですか、メンバーに怒ったりするの、ガチで消えた。ないですね、あんまりガチは。大島優子さんがなんか前なんか動画で見たけど、赤みながなんとかだろうみたいな、体調悪いんだからふざけんじゃねえよ、うん、あれはガチで怒ってる。あれはでもそうですね、まあでも注意の範囲ですね。 あ、まあね、ああいう感じリーダーとしては言わないの。あ、ああいう感じは言わないです、私は。どんな感じで言うんですか。あくまでなんかこう、うん、注意を促すような。いいですか皆さん。なんでやこれ。急に犬が出てる。顎出ちゃってるよ。皆さん集めたの。興奮してるよ。顎出てるよ。興奮すると顎出る。でも口調的には本当そんな感じで。敬語で。はい、あなるほど、はい、でもなんか。わかんないんですけど、なんか注意とか怒ろうとしたらなんかすごいなんか泣きそうにならないんですか。わかる。ですね。感情が高ぶって。そうなんですかね。うん、涙出てきちゃう。そうなんです。なんかそれが、それも嫌やからなんかあんまり。恥ずかしい。涙流して怒ってんのにそれを動画で撮られたりとかする可能性あるもんね。いや、確かに。あるある。こそっと撮るよ、若い子なんて。パサヤネ泣いてる、かわいいって思って。理由。理由。私のために怒ってくれてる、泣いてる、かわいいってピボッて。そうだったらまだいいです。そうなんや。さあ、メールは以上ですかね。うん、うん、お、まだある。ダリオこんなそうだもんな、うん、こんなないです。全然こんなあったことがなさそう。あの身内には怒っちゃいます。身内、家族とかには怒っちゃいます。すげえ嫌なやつじゃない。そうなんです。めっちゃ嫌なやつが出てきた。そうなんです。私のプリンはみたいなこと。あ、そういうことですね。もうやっちゃいますね。東京都、葛飾区、ペンネームは、タムサヤさん。稽古終わりではセクサイショータン大好きなさやかちゃん、最近気になってます。ダーリオさん、愉快な芸人の皆さん、こんばんは。最近暑かったり寒かったりで過ごしにくい夏ですね。ところで皆さんはどんな部屋着でお過ごしですか。ちなみに青い翔太君はふんどし一丁で過ごしてるらしいんです。それもふんどしが快感なんですって。30歳一人暮らし、ふんどし天使どころかただの変態、ちょっとびっくりですということです。ふんどしに戦えんの。ふんどし、そうなの。去年ぐらいかな、うん、あの夏にあの先輩からふんどしいいよっていう、通気性が良くて、あの蒸れなくていいよっていう。そうなの。それは部屋着として外着？外着でも、外着というか、まあ、下着として、うん、僕結構汗かくんですよ、うん、で、あの下半身も汗かくんで、どうも夏はすごい気持ち悪いと、うん、っていう時に相談したら、ふんどしすごくいいよって。なんか一時期流行りましたよね、女性は。そうそう、女性はね、やってましたもんね。そうそうそう、ふんどしをね、素材のちょっと勇気を出して買いに行ったんですよ。買いに行ったら、まあ、ふんどしってなんかこう白とか赤のイメージなんですけど、うん、やっぱりいろんな柄もあって、うん、新しくな。そうです、うん、なので、まあ、自分の中でこう好きなものを買って履いてみたらすごく良かったんですよ。え、簡単に履けるの？自分し縛ったりするの？あ、でもそんな難しい縛り方じゃないんですよ、うん、締め方ではないんです。ちゃんと簡単な締め方をちゃんと説明書も入って、で部屋の中では、まあ、うん、ふんどし一丁で過ごした。ふんどし一丁かパンツ一丁か裸ですね。フルの時もあります。すげえ。フルで部屋なくない？なんかピンポーンって来ちゃったら、ピンポーンって来たらちょっと待ってもらうんで大丈夫ですけどね。汗かくんやったらソファーとかベショーなるんじゃないの、うん、もうちょっと嫌ですね。もう家帰ったら必ずお風呂入って、うん、で裸で。すげえ。ブルンブルンで生活してんの。何だ。いや、まあ、いい、ブルンブルンで、まあまあ、ビンビンかもしれないです。ブラブラせえへん。僕はもうスイッチ一つで。スイッチ一つで。あのスイッチ一つで。今日はどっち？中に入れる。そう、出たり引っ込んだり。え？今日はどっち履いてんの？あ、今日普通のあのボクサーパンツです。うん。外はボクサーパンツ。はい。なんか。ね、ズボンの中でゴワゴワしそうやもんね。ねえ、確かに。なんかないの？いや、そんなことないですよ。あ、そう。ジーパンとかでも、はい、だってレコーディングの時とかはパンツとか履いてないですもん。
だってなんでなんでなんでズボン履いてないってこと？あ、ズボンは履いてます。下着は履いてないんです。ただびっくりした。ないやん。びっくりした。マイクに向かって、ちょっと出せるのかと思って。音入る。違う。ちょっと音入らない。音入らないですよ。振り向いた時、ペチャラララー言ってる時、ラララー、ペチャラララー、ララってなんですか？最後のショウタ君の歌。ララララ、最後のラララのとこに、パチ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 言ってる。パチパチって言う。それ上に上げてますよね、いっぺんね。腰振りながら歌ってません？それダーリア全然笑わないどうしたの？想像つかへんもんね。ララララ想像がつかない、本当に。はい、翔太君の潜水艦の話よ。うまい。うまい。うまいって何なんですか？うん、裸。そうなんだ。レコーディングはその方が気持ちがいいってこと？声が出るってこと？そうなんです。下着を履いてるとどうにもなんかこう、なんですか、囲まれてる感じ。わからんわ。そうなんだ。裸足で歌う歌手の方と同じような感覚。その感覚ですね。人とようさんみたいな感じ。人とようと人とよう。裸足とフルチン一緒にする。それでフルチンで歌うの。フルチンじゃないやろ。パンツを履いてないって。ズボンは履いてますよ。どんなレコーディングスタジオですか。みんな見にくいな。フルチンやったら。そうですよ。だってカメラとかもありますもん、スタジオによってはね。ありますあります。そうか。フルチンレコーディング。それはどこで脱ぐの？いや、もうそのレコーディング時は履かないんです。朝から履いてきて。いつからもう履くのやめたってなった。きっかけはあったんですよ。緊張感が増すってこと。俺今履いてへんのに、こいつら全然気づいてへん。いやいや、もう変な性癖ですよ。浜口さんの。下着しないのはレコーディングの時。え、それは女性、あ、そうですね。え、ノーブラでやってんの？みんな？本当に？あ、でも締め付けられないように開放。ララの時だけだ。ララの時音入る。音入る。サネ音入るよ。アメリカンクラッカーみたいになってる。ピテンピテンピテンみたいな。全くしない時もあれば、なるべくそのなんていうんですか、圧迫しないもの、締め付けないタイプを。なんでそっちの方が歌いやすいんですか？タイプのやつやっぱ締め付けられた人やっぱね、歌いづらい。なんかね、なんか窮屈ですよね。いやもう、あ、そうなん。僕は本当に女性の方ってすごいなと思うのが、そのまあ下着の上の方のね、下着ってあれ結構きつそうじゃないですか？きついって、なんかきつい。知らないな。変態じゃないですか？もしかしたら今もつけてる可能性あるぞ。あ、今日ノーブラ。いつもですか？でもよく空気が入るなって肺に。で、すごい。だってそれこそさやねとかダンスとかもやってるわけですから。だから例えばさやねなんかさ、夜中急にレコーディングってあるわけでしょ。他の仕事しててブラつけてて、夜中レコーディングですってこうどっかでブラパーン取ってから臨むんや。いやではないです。そういう時はステッパですけど。そうなの。最初から、あ、最初から今日はレコーディングでって言った時はノーブラで、レコーディングのみで家からノーブラで行くんですか？そうです。レコーディングの時教えてよ今度。最低だよ。レコーディングの日取りな。日取りやってきた。今ノーブラないな。今ノーブラで歩いてる。その建物見に行くのね。これ最低。このジョーカーの時はどうなの？ジョーカーの時は。ジョーカーの時は。ジョーカーのレコーディングどうだったの？ノーブラだったの？多分。ちょっともう一回聞こう。ノーブラでどうではんねんな。なんで？出やすいんだ音がね。翔太君はもう毎回絶対に、もう今までリリースした曲全部、全部ではないです、途中からです。途中から、途中から気づいたってこと。邪魔だって、途中で気づいて、もう脱ぎ方が悪いな、これはパンツのせいや、いや、フルチンでいかなあかんみたいな。それよりも、それよりもそのレコーディング前にスタジオに書いてあるんだよ。スタジオに書いてあるんだよ。禁煙みたいな感じでさ、金パンみたいなこと。パンツ禁止、パンツ禁止。それこそその日に汗たくさんかいて、でそのままズボン履くのが嫌だったんですよね。だからトイレでパンツ脱いで、でズボンだけ履いて、で次のレコーディングスタジオに向かって、そこから歌ったんです。そしたらめちゃくちゃいい。パンツのせいやったんや。そうなんです。パンツいらない方がいい。いらないんだと思いました。いらないんだ。だって俺らで言うところの突っ込むときノーパンになるってことでしょ。違う違う、全然違うよ。ボケるときに一回ノーパン。間がおかしい。誰を将棋指すときはノーパンなの？いや、アリパンです。アリパンって何？翔太君、このあとかける曲はノーパン？ノーパンやったの？これは実は、はい、ノーパンです。まさに
ゼロ。ゼロ。表題曲なんで、ね。衣類ゼロってこと？そうです。衣類ゼロ。衣類ゼロ。ゼロのゼロは衣類ゼロのゼロ。衣類ゼロ。はい、いやぜひ、はい、ノーパンで歌った曲を、はい、そうですね、ノーパンソング聴いていただきたいと思います。女子燃えるわ。はい、はい、ではじゃあいいですか、はい、じゃあ聴いていただきましょう。蒼井翔太でゼロ。ここでお知らせです。今年も9月の16日17日に大阪の吹田万博記念公園下の広場であっぱれ、お茶混ぜ、やんやん、天国、今時など MBS の夜の番組の出演者が大集合する公開イベント、下の広場だ、あっぱれ、あっぱれ、俺下の広場出ました、下の広場いいでしょ、あっぱれ、俺たちお茶祭り万博からやってますを行います。外人さん出演は私ドランクドラゴン鈴木、よい子、我が家つぼくら、はい、内田理央、バイキング小峠、次長課長、もがみもが、剣道小林、アンガールズ、加計美和子、TKO、私立恵比寿中学、武井壮、大久保佳代子、LOL、ジャングルポケット、ロンドンブーツ、ニューヨーク、吉木里沙、久松郁美、朝比奈彩、博士舞、平成のぶしこぶしらが連日登場します。すげえ出るな。すごいですよね。もう読むだけでもよだれが出ちゃってる。詳しいことはですね、追って番組で発表していきます。9月16、17日チェア。もうチェアが入ってる。お酢入ってる。青木翔太です。MBS ラジオ AM1179、FM906 からあっぱれやってます。大喜利のツボ。チェア。それは影響出るよ。このコーナー、ドランクドラゴン鈴木拓の大喜利力をアップするコーナーです。いや、俺じゃないでしょ。今日は鈴木拓です。大喜利のお題に浜口有野坪倉さやねんも答えますが、4人は回答に後乗せしても解説で笑いを足しても構いません。そして最後に鈴木にも答えてもらいますが、鈴木は一発回答のみで笑かしてもらいます。その相手は翔太くん、お願いします。任せろ。ね、大喜利経験があるからね。もうね、先週の登録でやったから、ね、そうやりましたから。どうやった、怖かった、怖かった、その気持ちの受けた、うん、でどえその気持ちで審査してあげて。そう、分かりました。優しい気持ちになっちゃう。優しい気持ち。いや、翔太くんでも意外と受けてたよ。そうなんだ、よかった。翔太くんのファン優しかったね。優しかった、優しかったですね。よう笑ってくれたわ。はい、今回のお題です。京都府ペンネーム小文字の拓郎からのお題。夏の高校野球、試合に負けた後のロッカールーム、監督が選手たちに言った絶対に言ってはいけない一言とは。夏の高校野球、試合に負けた後のロッカールーム、監督が選手たちに言った絶対に言ってはいけない一言。なんだろう、なんだろう、難しい。何言ったんだろうな。マジかない、さあ出ない、全然思いつかないね。え、高校野球ね。見てます？高校野球。見てますか？見てます。連日いい、うん、ね、うん、試合がある？っていう風に僕ちゃんとは見てないですけど言われてますよね。毎年言ってんじゃないの？やっぱりもうやっぱ暑いからすごいんでしょうね。気持ちが、うん、奇跡を生む。あ、やばい、喋ってるわじゃねえ。さあ、書けましたかね。あ、でも皆さん結構。たくさん書いてますね。いやよし、できた。はい、できました。俺なんですよね。あ、そうです。じゃあ浜口さんからいきますか。はい、じゃあ夏の高校野球、試合に負けた後のロッカールーム、監督が選手たちに言った絶対に言ってはいけない一言とは。向こうの女マネージャー、お前ら負けた時めちゃめちゃ笑ってたな。ショックだ、ショックだぜ、ショックだ、いけない。ショックだぜ。しかも女マネージャーってところがちょっとずさってきます ね、 ね、はい、じゃあ有野さん、夏の高校野球、試合に負けた後のロッカールーム、監督が選手たちに言った絶対に言ってはいけない一言とは。5年後の優勝が見えました。高校野球負けないよ。ありがとう。もう俺変死ね、高校ではね。俺ら捨てやったのかって。はい、どうぞ。じゃあせやねん、いきます。
いやー怖いんだから、ね、夏の高校野球試合に負けた後のロッカールーム、監督が選手たちに言った絶対に言ってはいけない一言とは。やっぱサッカーの方がおもろいな。正解正解正解、チャンピオン出た、チャンピオン出た、おもろいな、本当に面白いな。だってもともと想像したら、もともとこの人野球全然しなかった。いやすごい、そういやもうすごいすごい、そんな中の、ね、いやこの後つらいな。はい、俺です、もう一回もう一回行く、うん、はい。じゃあ、夏の高校野球試合に負けた後のロッカールーム、監督が選手たちに言った絶対に言ってはいけない一言とは。相手チーム半分将棋部やって。そんなに負けたね。そんなに負けたね。さやねが3つ考えたっていうことですか。じゃあ坪倉さんいきますよ、うん、夏の高校野球試合に負けた後のロッカールーム、うん、監督が選手たちに言った絶対に言ってはいけない一言とは。よし、じゃあみんなでやらしいお店行ってバットでも振り回しますか。絶対言うたらかわ。早いね、入店できへん。高校生、高校生ダメだね、監督はダメですね。風俗店のことですよ、はい、風俗店のことです。あー、うん、なるほど、フルチンだよ。大丈夫ですか。さあ、はい、最後いきますよ、はい、夏の高校野球試合に負けた後のロッカールーム、監督が選手たちに言った絶対に言ってはいけない一言とは。お前たちのことはあんまり好きじゃなかったんだよね。最悪最悪最悪、サッカー部のやつ見てる。サッカーのがおもろい、似てる。あ、似てるか。似てるけどサッカーのが全然面白い。なんだよ、厳しい。野球とサッカーの比較みたいな。ちゃんとできてる。自分じゃなくなった瞬間にすげえ言うな。すごく楽には優しくね。さあ翔太君どうでしたか。いやダメ。さやねえが強すぎた。さやねえがすごい。日本のようなやつが出たね。なんかボツになったやつさっきちょうだいって言ってたよ。かなりそうやな。すごい。一本グランプリ行けばいいのに。一本でそうやな。言うとくわ。今週の鈴木はもう一つでした。来週はバッチリ笑いが取れるでしょうか。鈴木を困らせる大喜利のお題募集します。ダービーお願いします。はい、宛先はやるけつアットマーク MBS1179.com までお願いします。我が家坪倉です。 MBS ラジオ AM1179FM906 からあっぱれやってます。小説家になろうプレゼンツ、真面目に朗読やろう。さあ、このコーナーは誰でも無料で利用できるウェブ小説投稿サイト、小説家になろうに投稿されている作品を声の達人青井翔太大天使と真面目に朗読しようというコーナーでございます。翔太君、3回目ですけども今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。調子悪いな。今日やばいです。大丈夫、今日ちょっと本編は頼むよ。いいよ、脱いでも。あ、いやでも締め付けられてる。締め付けられてるから、ね、語尾が心配ですね。待てるよ、大丈夫。はい、じゃあ今回は僕以外皆さん配役決まってるということ、はい、そうですよ。アリオさん、本当に真面目にやってくださいよ。各種で呼ばれる俺。本日朗読する小説は北欧貴族と猛禽妻の雪国仮暮らしという、小説なんですけども、これはですね、雪深い地方に暮らす陽気で名ばかりの貴族と元軍人で妖艶な女性、そんな2人の日常に巻き起こる恋愛物語です。はい、それでは早速朗読しましょう。北欧貴族と猛禽妻の雪国仮暮らし、作江本真しめさん、登場人物リツハルド、良い子浜口勝、リツハルドの友人ドランクドラゴン鈴木拓、貴族令嬢数人、内田理央、はい、いらねえ、山本さやか、良い子有野真也、はい、令嬢なんだ。年に一度招待されるという異国の舞踏会、着飾った男女が結婚相手を探す場でもあった。会場の雰囲気はどこか浮かれたものとなっている。そうなるのも仕方がないのかもしれない。彼らは異性と関わる場がこういった夜会でしかないからだ。壁に背を預けて友人と共に立っていれば目の前を通っていた霊場と目が合う。
金の髪はきっちりと言われていて、薄紅のドレスからあらわとなった肌はまばゆい輝きを放っている。きっと年齢は10代半ばぐらいだろうと、まだ熟しきっていない姿を見ながら勝手に想像していた。しかしながらまだ若いのに素晴らしい体つきをしている。つい視線が胸元へ注がれてしまったが、彼女の顔を見てにっこりと微笑むと、若い娘の方は一瞬のうちに染まっていた。これはいける。自慢でしかないが、顔には絶対的な自信があった。銀色に光る長い白髪は世界的にも珍しい色彩で、それを三つ編みにして左胸の前から垂らしている。濃い青目はうちの一族にのみ現れるもので、性格はあれだが目だけは澄んでいると家族の中でももっぱら評判だ。夜会会場でも目立つ容姿をしているので、先ほどのように軽く微笑みかけただけで女性は安易に引っかかる。隣からは友人からの、いい加減にしろよお前。絡みすぎやたんという言葉が聞こえたが、気にしない。こちらとて、ね、年に一度の大切な機会だ。捕まえた女性を逃がすわけにはいかない。しかしながら世の中うまくいかないというのは定説でもある。彼女の背後にいた付き添い人の女性が耳元で何か囁いていた。その瞬間に頬を染めていた女性の熱は一気に引き、その場から逃げるように去っていく。ああじゃねえよ。だって胸が大きかったのに。バカか、嫁は真面目に探せ。お前今日声どうした。どうしちゃんと読んでください、ちゃんと読んでください。どうしもしねえよ。真面目だよ。どこがだ。去っていく女性の後ろ姿を悔しい思いをしながら眺め、どうしてこういう展開になってしまったかといえば、異国の夜会に参加をしてから10年の間に広がった噂が原因だった。今までにも特定の女性と親しくなって婚約関係になったこともある。だがそんな愛しい人も故郷に連れて帰ればなぜか、この話はなかったことにとお断りをされてしまうのだ。もうさ、お前がっちりした嫁探して帰れ。嫌だよそんな女性は。そんな風に話をしていれば、突然女性の黄色い叫び声が聞こえてくる。何事かと女性陣の熱い視線が送られている方向へ目を向ければ、一人の軍人が入り口から入ってきているところであった。その軍人は何も行動を起こさずとも一気に女性たちに取り囲まれており、素晴らしい超過を見せていたという。へえ、珍しいな。誰あれ。グレンのわしだよ。友人の話によれば、会場の中心で女性を独り占めにしている人物はこの国の有名な軍人の一人らしい。昨年に戦争も終わったので伴侶探しをするために来ているとのこと。今まで夜会にはほとんど現れなかったために、女性たちはあのような興奮した姿を見せているというわけであった。なんだ、男にしては線が細。まじまじとグレンのわしを眺めていれば、うっかり目が合ってしまった。通りなのように鋭く突き刺さるような目つきをした猛禽類を思わせる軍人であった。そして目が合って、どうしてか気がつく。おいリッツハルド。友人の精子も聞かないでふらふらと密に吸い寄せられた虫のように女性陣の輪の中へと進んでいく。一人の軍人を囲んだ人だかりはものすごい熱気を帯びていた。ジーク様、結婚なさるって本当ですか。いや、私と結婚して。ダメよ、何を言ってんのあなた。ちょっと押さないで。泣いてジーク様が見えないんじゃない。ざっと20名ほどの女性たちが我が我がと押し合ってグレンのわしに近づこうとしている。そんな中に男である自分が入り込んでも気づかないほどに。というかここの国の女性は背が高い。
かかとの高い靴を履いているので自分より少し低いくらいの背丈となっている。だがそんな中でも九段の軍人は背が高い。争う女性をかき分けながらなんとか対面できる位置を陣取り、グレンの足をじっくりと眺める。近くで見ても彼女は隙のない姿を見せていた。橙色の赤毛は短く切り揃えられ、きっちりと整髪剤でなでつけられている。濃い灰色の目は近くに寄り添っているひときわ美人な霊嬢に向けられていた。軍服の胸元には戦場で活躍した証がいくつも輝いており、その立ち姿は精悍であるという一言しかなかった。はい、というわけでございます。たくさん。いや、ごめんなさい。一言目、絡むってどういうこと？これはしょうがないじゃない。一気に空気変わったよね。いや、これはもうしょうがないですよ。もう俺なんで？無邪気にしろよ、お前じゃないですよ。いや、じゃあ、お前は。いや、俺は真面目に読んでたんですよ。それより俺も絶対アイノさんだと思うんだよ。アイノさんでも多分3人いたら1人ぐらいブスがいるから。そう、あれあれ成立してる。なぜそんな社交界に行くやつが歯ないやつ。おかしいでしょ。これ先週の公開録音で受けたからさ、すげえ受けましたよ。あれ翔太くんのお客さん待ってるやろなと思って。なるほどね。いや、タクさん第一声で、いや、もう友人これ絡んでるって。友人絶対モテへんよそんなやつ。2回も絡んでたもんね。そうですね。2回目順調にいったかなと途中で絡む珍しいパターンがありました。俺なんか飲み物持ってくるの忘れちゃった。お茶もあるしさ。でも聞いてる方ちょっと入ってこなかったかもしれないですけども、今日お送りした、北欧貴族と猛禽妻の雪国仮暮らしの一部でしたけども、うん、こちら宝島社より書籍化されていますので、うん、ぜひ続きが気になる方、ね、うん、ぜひ読んでみてください。最初から最初からね。俺も絶対読みますから。はい、というわけで以上、小説家になろうプレゼンツ真面目に朗読やろのコーナーでした。よいこ有野です。浜口です。 MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。サヤネを無菌ポしよう。無菌ポとっさきこのコーナーはなかなか動じない冷静なサヤネをあたふたさせて感情をむき出し無菌ポしようとするコーナーです。はい、メールいただいてます。平方市のナンプラー大盛り、あっぱれの皆さん、さやねこんばんは。こんばんは。こんばんは。先日 NMB48 のアジアツアーのタイ公演が行われましたよね。観客の前でタイ語でメンバーの自己紹介をしたそうです。その時のさやねのタイ語の自己紹介を聞かせてくださいってことです。すごい。勉強してすごいね。タイ語でやったんだ、みんな。ちょっとだけですけど、やりました。聞かせてほしい。はい、どんなの？覚えてる範囲な。はい。うん、NMB48 山本さやかか。ワニーチャートンハイショウちゃん、ショウちゃん。ワニーチャートンハイショウチャープンバイイーグナ。何と言ったんですか？それ何て言ったんですか？これは、うん、皆さん私たちのこと好きですか？今日でもっと好きになりますよっていう。盛り上がりだ。すごい盛り上がった。伝わった時はすごく歓声が上がって気持ちよかった。ヌップスは言わなかった。言ってない。伝わんないです。ヌップスは。そうか、なんかガイタレさんが来た時にもね、日本語で挨拶してくれたらやっぱ盛り上がるもんね。盛り上がりますもんね。でも対応難しくて、すごいなんか、はい、同じようななんかな。そうなんですよ。発音というかあれが繰り返されるような感じするもんね。へえ。日本のやつは言えへんかったの？日本のやつも言いました。ささっと爽やか。あ、そっち言った後に言いました。日本語で言うと後、はい、その時はもうシーンとしたもんや。いや、しないんですよ。ちゃんと言ってくださって、むしろ他のなんか質問コーナーとかもあったんですけど、うん、そういうとこ日本語でやったりとかしてたら、もうその時点で分かってくださってたりとか。本当に好きだから、ことは分かろうと勉強もしてくれてるってことですね、あっちの人も。なんか紙飛行機を、365日の紙飛行機歌ったんですけど、A メロをみんな歌えたんですよ。すごいね。な、日本語のなんかアニメの歌も好きで、それ日本語で歌いたいみたいな人もおる、な、聞いたことあるわ。すごいね。NMB のファンもそうなんだ。はい。嬉しかったです。また行きたい。行きたいです。へー。タイ。タイだけに行きたい。
あ、しょうな。なんやねん。あんな大喜利みたいな。今日で終わりや、これはもう。なんかヌップスみたいな、刺したかったな。以上です。このコーナーではサヤネーを無金歩できそうなメールをお待ちしています。アドレスをダーリーお願いします。はい、アドレスはやるげつアットマーク MBS1179.com。 たくさんの無金歩なメールをお待ちしております。炎上芸人ドランクドラゴン鈴木も涙を流すことがある。結局そう、ね、結局2個とも鈴木ええやん、2個とも鈴木で行こうよ。それではこのコーナーに書いたメールをご紹介いたします。読み間違えたんだよ、さやね。マジでさやね、大変なことになる。坪倉のよしゆきちゃん、こんばんは。坪倉って言ってんだよ、ほら。どっちほら、いやいや、もう鈴木拓也やもん。いやいや、もう鈴木拓也って言った方だもん。時間ない、ありがとう、間違えてくれてありがとう。男前なのにてっぺんハゲ芸人、我が家坪倉変わった。涙を流すことがある。あれ、そっちか、どっちか、どっちだこれ。16小節の、え、俺の、あ、よしよしよし、いや、もう、よしよしよ、あ、タクかと思った。いやいや、揺れ動くな、あいつ。さやね、坪倉のよしゆきちゃん、こんばんは。こんばんは。私の家族が大阪にいた時、神戸のおばあちゃんの家によく行って、おばあちゃんの手料理を食べさせてもらっていました。そんなおばあちゃんが得意としていた料理がイカナゴの釘煮。私が子供の頃、その釘煮を食べて美味しいと言ったのをずっと覚えていて、春になるとおばあちゃんお手製の釘煮が毎年大量に送られてきました。送ってくると必ずうちに電話をかけてきて、その味の感想を聞かれました。最初の頃は美味しかったよ、また来年も送ってねと答えていました。私も大きくなり味覚も変わってきたせいで、高校生になった頃はほとんど口にもしなくなり、おばあちゃんの電話もどこか鬱陶しくなって、食べてもいないのに美味しかったと嘘をつくようになりました。そしてある年を境に、おばあちゃんは釘煮を送ってこないようになりました。母に聞くと体調を壊して料理もあまり作らなくなってしまったようでした。そんなおばあちゃんが一昨年亡くなりました。棺で眠るような顔のおばあちゃんを見て、私は嘘をついていた自分を悔やみ、涙がポロポロこぼれました。葬儀が終わり、親族で食事をしていた時におじいちゃんが釘煮を出してきました。おばあちゃんが作った最後の釘煮です。病気で体調を壊して以来、自分が納得できる料理ができなくなったことを自覚して、私の家にも釘煮を送るのをやめたという話をおじいちゃんがしてくれました。それを聞いた時、おばあちゃんの家の前で私は声を上げて泣きました。その時食べた釘煮は私にとって日本一の釘煮でした。よしゆきちゃん、おばあちゃんのいい話を聞かせてください。よしゆきちゃんになっちゃったよ。たくさんじゃない、おばあちゃんですか。おばあちゃん、僕まだお二人とも健在なんですけども、お父方も母方も、はい、うん、そうなんですけど、まあ、あの母方のおばあちゃんはすごい、あのちっちゃい頃から可愛がってくれてて、うん、で、まあ、小学生の頃とかから誕生日にはなんかプレゼントくれたりするんですけど、うんうん、毎年でも、あの、まあ、高校生ぐらいになったらなんかプレゼントあげるのっていうのか、なんか、なんか現金をね、うん、毎年誕生日に1万円くれるんですよ、うん、でそれになんか手紙を添えてくれるんです、うん、でまあなんか足しにしてくださいみたいな感じで、うん、で書いてくるんですけど、で二十歳超えてもまだくれて、いまだにくれるんです毎年、うん、で手紙添えてくれて、うん、で結構もうテレビ出始めたくらいとかはもう、あのこんなんじゃ何のお給料、お給料に比べたらよっちゃんのお給料に比べたらね少ないもんだけど、なんか出しにしてっつってね、うん、でくれたりすごいして、うん、でこの間は3年ぐらい前、ちょっと最近テレビでよく見るけど、うん、全然声が、あの耳がちょっと遠くなってきちゃって、うん、声はなかなか聞くことができないんだけど、うん、もう表情見て笑ってるだけでおばあちゃん嬉しいかなみたいな、うん、で去年もくれたんですよ、うんうん、その手紙に、な最近3人で出てないから喧嘩してると思ったんでしょうかね、うん、あのお友達2人とも喧嘩しないで仲良くやりなさいって言って、喧嘩してるわけじゃない、仕事が減っただけでございます。おばあちゃん心配しないで、金の仕事が増えて。おい鈴木、えすまん、今夜は私が悪かった。え、いいよ、助かったよ。MBS ラジオ AM1179 FM906 からあっぱれやってます。
さあもうエンディングでございます。エンディングですか、ね、あのお願い聞いてあげるのコーナーはできませんでしたけど、はい、ね、あなるほど、うん、ちょっとね、あの単が絡んでしまったんで時間が伸びてしまいました。単が絡んだから押した押した押しましたね。あそこでちょっと盛り上がってしまいまして16小節も焦ってたね。あ全部こう伸びてしまって、無金歩してたね。まさかあんなところで無金歩するとは。申し訳ない。焦った焦りました。ヌプス。あ、ヌプス。ヌプス出ました。来週ありますもんね。うん、聞いてあげるわね、うんうん。ちょっとね、大喜利がもう思いのほかスパーン決まったから。すごかった。ね、よかったですよ。16小節高かったけどな。めっちゃいい。そろそろお別れの時間です。この後 AKB48 横山由依、あっぱれ横山任せてくださいです。今夜のお相手は良い子の浜口と、ありがとう、ドランクドラン鈴木と、坪倉と、青井翔太と、内田ありがとう、 NMB48 の山本沙耶香でした。ちょっと絡みかけてたけど危なかったけど、ね、また来週さよなら。さよなら。AKB48 横山由依、あっぱれ横山任せてください。ここからの時間は私横山由依が任されました。今日も自由にまっすぐにお送りします。私占いがめちゃくちゃ好きでですね、最近も行ってきたんですけど、まあね、いつも、まあ、グループとしてはなんか新しい企画とか、もっともっとどんどんやっていったらいいですよっていうのはいつも言われて、今回もまた言われたんですけど、でね、普通に自分個人としても今年は学びの年にしてくださいみたいな感じ、将来に向けて学ぶ年にしてねっていうのを言われて、なんかまあそれはわかるじゃないですか。でもなんかね、あ、どうやら良妻賢母になるらしくって、良妻賢母っていい奥さんになるってことですよね。そうらしいんですよ。でなんかあとはなんかナンバー2ですどこでもって言われたんですよ。それは多分こうなんだろうな、団体とかでも、まあ、ナンバー2っていうとまた違うのかもですけど、家庭とかでもまあ2番目ってことなのかなと思うと、でも確かに私次女じゃないですか。それでももうナンバー2じゃないですけど、ナンバー2っていうのか合ってるのか分かんないですけど、でも確かにそういうことももう生まれた時からそうなのかなとか思いつつ、なんかやっぱ占いっていろんなお話ね聞けたりして楽しいので、また定期的に行くので変わったことあったらまた報告しますね。というわけで10分間お付き合いください。この時間はベストモバイルアプリケーションプロデューサー BMAP の提供でお送りします。はい、ね、先週に引き続きなんですけれども、私のツイッターで、この番組でお話ししてもらいたいこととか質問とか募集して、今週もそれについて答えていきたいと思います。まずは3日間お休みがあったら何をしたいですかっていうようなのがあったんですけど、3日間っていうと割と何でもできると思うんですよね。今はやっぱ一番旅行に行きたくて、で一番最近調べた、本当に昨日調べたんですけどのは、軽井沢か箱根か熱海、あの温泉にね行きたいんですよ。もううろちょろするんじゃなくて、その土地でうろちょろするんじゃなくて、いい旅館というか、なんかしっとりとした旅館でもう寝て起きて美味しいご飯を食べて温泉に浸かって寝てみたいな生活がしたいんですよ。全然悩んでないですからね。なんかゆっくりしたいなと思って、多分3日間あったら旅行に、そういう旅行に行きたいかなって思いますので、いいとこあったら教えてください。あとはですね、お姉さんとの役割分担、あ、そう、あの私は姉とね一緒に住んでいるって言ってるんですけど、言ってるんですけどというか住んでるんですけど、お姉さんとどういう家事の分担をしてるんですかっていう質問があったんですよ。それ気になるんかなと思ったんですけど、確かにどこにもお話ししたことないので言いますね、ここで大発表ですけど。基本的に洗濯は姉がやってくれます。でお風呂
掃除とかお風呂入れるのは私がやります。あとはなんですよね、普通に共有の場はどっちかがすごく思いついた時に片付け出すみたいな感じで、でも一人暮らしやった時よりかは全然片付いてる方だと思いますね。なんでやろう、多分人がいるからちゃんとしないとって思うとこがちょっと多少あるんでしょうね。あとはビスのご飯とトイレはどっちがやってる掃除してるんですかみたいな質問もあって、それは基本的に私がやるんですけど、朝ごはんとか、夜ご飯とかも。でもお姉ちゃんの方が早く帰ってきてたらお姉ちゃんがあげるしとか、だからそれはもう LINE で連絡を取り合って、ビスにご飯あげたよっていうのを LINE にしてますね。だからなんかお姉ちゃんからはもうビスにご飯あげています、ビスからのあのご飯くださいはあの詐欺ですみたいな気をつけてくださいって LINE が来ます本当くだらない LINE をしてるんですよねはい、そんな感じです。あとは、あ、夏バテ予防法はありますかって来て、なんか、まあ、夏バテっていうと違うかもしれないんですけど、スッてするシャンプー使ってます。涼しいシャンプー夏バテと違うのかな。なんか昔父親、ね、実家で一緒に暮らしてた時、家族で、父親はなんか夏になると水色とか緑とかのすごくスッてするシャンプーを使ってて、それをたまに借りた時に涼しいって思ってたのを今やってます。でもそれは今家で使ってるのはその男性がメインに使うようじゃなくて、多分夏用のシャンプーみたいなのがあって、だから多分昔のと違うんですけど、でも涼しさは割と変わんなくて、シャンプーよりもコンディショナーの方が涼しいんですよ。シャンプーも涼しくて、あ、涼しいって思ってコンディショナーつけたら寒ってなるぐらいだからお風呂上がり、ちょっと窓とか開けるんですけど、私窓開けてると風冷たくて湿るぐらいの涼しさのシャンプー使って夏バテ予防してますこれご飯とかですよね、多分聞きたかったのは。あとは、あ、一番作りたい料理なんですかっていうので、私圧力鍋をあのプレゼントしていただいたことがあって、スタッフさんから。でその圧力鍋をまだ1回も使えてないんです。もう多分ね2年前ぐらいに実はプレゼントしてくれてたんですけど使えてなくて、でそれを使ってお米を炊いてみたいんですよね。これまたお姉ちゃん出てきて好きなのかよと思われるかもしれないんですけど、姉がめっちゃお米にうるさくてですね、ご飯が美味しいっていうか、なんかおい、なんて言うんだろうな、大きい釜で炊いてるご飯屋さんみたいなってあるじゃないですか、ご飯にこだわってますみたいな、そういうご飯屋さんが大好きで、そういうところによく連れて行かれるんですけど、だからなんかそういう姉をうならせるご飯をちょっと炊いてみたいって意味で、ちょっと圧力鍋で炊いてみたいなっていうのがあるんですね。まあそんな姉はバルミューダの炊飯器買ってるので、それで満足なんだと思うんですけどはい。あとはね、なんだろうな、あ、ビスのよく食べる餌は何ですかって、これ本当に聞きたいビスのよく食べる餌はあの本当にカリカリの餌です。チュールとかもあげたことないですし、なんていうのかな、缶詰とかもあげたことがなくて、あの乾いてるやつしかあげたことないので、カリカリしか食べたことがないです、ビスは。はい、こんな感じで大丈夫でしたでしょうか。ね、またね、今後もあの皆さんからの質問にも答えていきたいと思いますので、メールもお待ちしております。メールアドレスはまかせてアットマーク mbs1179.com です。 AKB48 横山由依でした。また来週。